はい、マスオディミです。はい、今日はですね、なんと、こういうね、誰もが持ってるこのスマホで 3D 写真がね、撮れちゃうっていうアプリを発見したんで、ちょっとね、それで遊んでみたいと思います。皆さん、そもそも 3D 写真ってご存知ですか？なんかこう、こういうギターとかあったら、この角度からだけじゃなくて、もう周りからこう見ちゃうみたいなね。もう見れちゃうっていうね、そういう写真が撮れちゃうっていうのがね、3D 写真なんですけど。はい。ではね、実際ね、早速見てみましょう。そのアプリがね、じゃん、こちらです。これね、Fuse っていうね、Fuse っていう多分アプリだと思うんですけど、はい。ね、これ今ね、食べかけのなんかあるじゃないですか。これが実は 3D 写真になってるんです。もうすでに動いてますよね。はい。で、画面を大きくするとこういう感じで、で、ここでカメラを動かします。シュー。シューッと、ほらこういう風にちょっとしたね 3D 写真が撮れちゃいます。まあこれだけじゃなくて、まあこれパノラマっぽいですけど、ほらほらほら、パノラマ写真のようにこう携帯の動きによってほら 3D 写真になっちゃうとかとかね。これもすごいね、 3D 写真なんですけど、ほら上にこう、まあね、パノラマっぽいって言えばパノラマっぽいんですけど、これ上下にこういう風にすることによって、このね、金閣寺が見れちゃうとか、こういう風にすると確かに 3D でしょ？ほら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 。ほら、このミス UT って上の方に書いてありますけど、これね、多分ミスユニバーシティオブ東京ということで、東京大学の、なんか、の方のミス東大さんがやってる、この 3D 写真だと思うんですけど、ほら。この方がそうかわかんないですけど、準ミスに輝いた人らしいんですけど、ほら、こういう風にすると、3D でこのウェディングドレス姿が見えちゃったり、これもすごいですね。すごいすごい。では実際に僕もスマホで 3D 写真撮ってみたいと思います。で、ちょっとね、髪型をさらーっと撮ってみたいなと思って。なんか一番実用的じゃないですか。3D 写真で、なんかリアルでありそうなやつ。では行きまーす。長押しで 3D 撮影。せーの。ポチッ。で、今撮影中なんですけど、こうやってこうやって動かして、こうやってこうやってこう、こういう感じ。はい、いかがでしょうか。多分これでできました。で、右下のボタン押すと、今レンダリング中って、ほらほらほら、こうやって解析しまして、で、こっからまあ動画見たいって言えば動画見たいなんですけど、ほら僕が喋ってるのも映っちゃってるんですけど、ほら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 、すごくない？すごくない？すごくない？なんか実際にセットした髪型とかをプロの人がセットしてるやつをこうやって撮っておけば、こういう風にするんだって後から分かっていいなと思って。で、次にこれは加工したりできるんですよ。ちょっと色変えたりとか、まあ普通っちゃ普通なんですけど、どうせだったらちょっとこう、ちょっと温かみのある色にチェンジしました。はい。で、まあこんぐらいかな。で、これで完成、次へってなって、で、これで人とシェアしたりとか、そういう風にできるみたいなんですけど。はい、で、シェア。ということで、今の写真がね、見れまーす。はい。で、今の写真がこういう風に見れるようになりました。ね、これ一点残念なことがあって、自分の写真のところに保存されないで、まあ、やっぱりこのアプリ内にね、保存されるんですよ。だから、このアプリ開かなきゃ、こういう風にね、3D で見れない。これさっきね、試して撮ってみたやつですね。ほらほらほら。死んだ顔してますけどね。はい。まあ、こういう感じで、いろいろな写真が撮れるみたいです。これもね、すごい可愛いですよね。なんか、動画でいいんじゃないって言われちゃえば、それまでなんですけど、でも、こういう風になんか、携帯で 3D 写真がこうやって撮れる時代が来てるんだなっていうのが、すごくね、驚きだったんで、今日はちょっとご紹介させていただきました。こちらね、Android と、Apple っていうか、iOS か。でも、どっちでもあるみたいなんで、なんか面白いなと思った人は、ちょっと一回撮ってみるのもいいんじゃないでしょうか。うん。単純に本当に面白いなと思ったんで、今日はちょっとこちらのアプリご紹介させていただきました。面白かった。はい。ということで、ぜひ皆さんもね、あ、面白そうと思ったらやってみてください。今日も最後までご視聴いただいて、ありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。